本日は2023年9月8日、v ラスのインストールの方法についてメモを残しておきます。インストール編の操作説明書については、こういった文章があるので、これに従って操作してください。ここに書いてある通りなんですけども、ここに書いてあることを簡単に 説明させていただきますまずですねインストール CD の中にはフォルダがありましてこういっ フォルダーです、ね、例えば WeGress は C ドライブか D ドライブかどちらかにインストールするようになってるんですがこれはどちらでも構わないです。C ドライブしかない場合はもちろん C ドライブなんですけれども例えば C ドライブを管理者だけしかアクセスできないように制限されている場合などは D ドライブまたはですね C ドライブの容量が逼迫していて D ドライブにインストールしたい場合も はい、D ドライブということになります、まあ、特に問題なければ C ドライブで、えー、良いかと思いますインストール CT の中にはこのような名前の v グレー c C ドライブとか、まあ、v グレース D ドライブっていう名前でフォルダーが保管されていますので、まあ、それをですねドライブの直下に丸ごとコピーしていただきますでその際に名前をこのように v グレースというふうに名前を変えてくださいそれが この辺に書いてありますね次にですね、とマプロテンプというフォルダーもありますので、まあ、C ドライブの場合はですね、C ドライブの方にですね、このマプロテンプというフォルダーをそのままコピーしていただきます。まあ、こちらのこれですね、こういった形でコピーしていただく。まあ、これだけですね、これで終わりです。えー、とコピーした後にですね、まあ、一応設定としてですね、 こちら VGRESS の下にはこんなフォルダ構成になっておりますので、この Tools と中の,この4番 WebR というところで、こちらが起動コマンドになりますので、こちらの VGRESSPRO というやつをです、ね、右クリック でドラッッグしてデスクトップにしようとかと、まあ、これから起動するわけですけども、えー、名前はまあ適当にこう付けていただいてでアイコンを変更しますで。プロパティで、えー、とアイコンの変更でもここにはないので参照で、えー、こちらの場所ですね4番 WebR の下にアイコン ICO というフォルダーがありましてその下にファイルがありますのでこれをダブルをクリックして OK 適用 OK とやっていただければこのようなアイコンに なりまますすここまでですねであとはやっていただくのは一つ上にい行っていただいても、えー、ファイル2の中にドライバーというのがありましてこのポスト側ですねメッシュ側はやらなくてもいいんですがポスト側にこの h a s ユーザーセットアップというのがありますのでこちらを実行していただいてドライバーをインストールしていただくとポスト側のです、ね、ライセンスキーのドライバーに なりますでそれで、まあ、実行ができるということですね。あとはこちダブルクリックしていただいて、ここから作業をしていただければいい。メッシャーとポストの方の起動ということになります。インストールの方は以上になります。詳しくはです、ね、こちらのインストールマニュアルの方を見ていただければと思います。動画の方は以上ですごご視聴ありがとうございました